ちゃって、はい、10時になりましたのでこちら開会させていただきたいと思います。はい、順次入ってくださいそれでは改めまして皆様おはようございます。ライトよさこい今回で3回目になります。今年の1月に第1回私たちバンドエッジは2人で、イベントを立ち上げました。最初はどんなことになるかわからなかったんですけれども、第2回第3回と、出てくださる方もちょっと増えてきまして本当に皆様方に感謝しかありません。本当にありがとうございます。ありがとうございます。今回ちょっと昨日までお天気心配してたんですけど、アクトさんどうぞ並んでくださいどうぞ合間抜いてちょっと入ってください。はい、本当に今日一日すごくいい天気になったので皆さんありがとうございます。昨日まですごく心配していたんですがこの快晴の中ないですね。ないですないです。すごいよさこいができることをとっても幸せに感じております。そして今日見に来てくださったお客様本当に、今日一日楽しい一日になるように私たちも頑張りたいと思いますのでどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ちょっと11項2、3点申し上げたいと思います。ちょっと第1回第2回と違い今ライトレールっていう今通ってます。ライトレール、LRT ライトライン LRT がここに通ってます。そう今通ってますね。なのでそこを横切ることだけはちょっと避けていただきたいと思います。一応そこ分かるとこあるんですけどちょっと気をつけて渡っていただきたいなと思います。はい、赤いところが渡るとこ1か所だけあるんですけれどそこを渡ってください。静かなので引かれちゃったら大変なのでよろしくお願いします。で、旗師さんはそちらの、ブルーシートのところに旗を置いていただきたいと思います。あと、演舞者の控えなんですけれども待機は一応そちらのところに2チーム前までに待機してもらえればと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。あと、なんだっけそのさん、はい、順次、進めて参りたいと思いますので、はい、すいません、なんかまだ3回目なのに結構ドタバタしてますけど一つ皆様よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、それではせっかく皆さん集まってるんで、はい、一発目は総取りに行きたいと思います。はい、準備運で準備運動がてら、はい、はい、ちょっとねぎゅうぎゅうですけど多少ちょっとこっち広がっても大丈夫なんで多少こっちに来ても大丈夫だと思うので最初はみんな知ってると思うよっちょれというみんなよっといでっていう曲やりたいと思います。はい、まあちょっと踊れるようにうまくこう出ちゃってもいいですよ。出ちゃってもいいちなみに私はいつも出てるなんかみんなバックしてるよ。なんで俺のここにいた人たちなんでバックするなぜバックする逆前に出ないそうどんどん出ないと出ましょう出ましょう超空いてるからびっくりしたもん今そうなんで後ろに来たんですか。はい、それでは時間なくなるんでやりたいと思います。よし、見ているお客様にレイよろしくお願いします。はっ
さこいフェスティバルが開幕いたしました。はい、何も思いつかなくなってきた。さあ皆さん、今日は日向に出てるとあったかい。大丈夫、こんな感じでね、最初は総踊り。